Thank you.
Thank you.
そうなの。すごい気持ちいいところで行こうな。Thank you.
みません。ごめんなさい。止めちゃいました。すいません。わかる、その気持ち。頑張ってな。頑張って。間違っても間違っても。間違っても頑張って。ずれてもずれてもでもやっぱ周りの人たちがこう土台作ってもらえてると一緒一緒もはい起き上げようって感じありがとうございますみたいな支えてもらってこれはタリ君がビールをこぼした音世の中こんなんあったりやんな。いや、やっぱバラフォン、木琴気持ちいいっすね、やっぱ。なんとなく合います。なんとなくアロートが見つかりやすい。
間違えた。行くよ。最後間違えた。行くよみたいな。行くよフレーズだった。最後間違えました。すいません。まだまだ行くよ。これでも本当誰でめっちゃ弾きやすいっすね。本当めっちゃ弾きにくかったけどな。本当ですか。めっちゃ狭いわこれ。めっちゃ弾きやすい。あの音は結構出てる。弾いたら、ね。使用ですよ。しょぼいしょぼいじゃん。そうそう。そうそう。すぐリミット来るからもう。すぐ歪みだ。すぐ歪みだ。もう一個の方は何？もう一個のバットギターですか？もう一個の方は多分、タレが切れちゃうから、まともにやっちゃうから、これはここに転がってて。そもそもなんかもう、スケールとか、ちゃんとなっとんかな、俺。短いでな。そうっすよね。めっちゃ短いよ。チューニングできとんかい。いや、できとん。できたら、やっと。でも、並んでますよね。じゃあ、ざっくり、みんなざっくりやって。でもこの点は、絶対に合わせたことがあるんだろうね。いや、なんとなく余計気持ち悪いから、なんとなくあるから適当に適当にスーパーセッションだったね。久々っすね。セッションってなんかさ、でも全く一つになるっていう、グループですよね。出して変わらんかろ。出して変わらんかろ。やってる頃。あれ、そうか、そうか、そうか。遠いないですか。大して変わらんよね。役割は一緒だ。そうそう、大して変わらん感じで。そうよ、お前ギター弾いて歌いなよ、せっかくだから。遠い。ちょっとついて、弾いてしまう。せっかくだから歌いなよ、遠い。歌える人なんだから歌いなよ。友田さんって音が大きい。わかりやすい。聞こえやすい。そうですね。やりやすい。なるべくそういう風にしてんだ。あ、滑舌とか。音楽の時だけは滑舌がいい。いや、そう、あれ、結構滑舌がさ、良くないと分かりにくいやん。まあまあ、かなり滑舌。そんな気っていう、なんかアナウンサーみたいな感じじゃないってなって、でも他人の時は滑舌が。ちょっと分かりやすいわ、みたいな。やってると思います。最初で書いてます。そこまでだったら今日なんかこうきっちり書いてますみたいな。こいつダブリンだよ。ついついこうガチャガチャとか書いて。じゃあ引き出しをどんどん違う引き出してあげるんです。シンちゃん何だと思ってます。スタートはそうだけど、だん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 。いや、なんかね、結構普通になってなんか教えたりする時って、ね、教えたりする時ってさ、なんとなくあの一応さ、なんかお手本っぽく弾かんといかんような気がしたりするやん。こうそっちに。で、うちの手本っぽい感じで弾こうとしたら、簡単なやつが弾け方するやん、たまに。スタンダード結構やばないこれ。ちょっと難しくないぐらいの。ちょっと意外ときちんと書くと難しいない。ひらがなって難しいない。そうっすよね。そのそういう感じ。ニュアンスとしてライダーで。ライダー。